んにちは、大堀一二さんでございます。よっしゃーということでね、さあ、もうちょっと朝っぱらから撮ってるんですけど、まあね、僕もこうやっておかげさまでいろんな人のねご支えがありまして、まあ続けているわけでございますでね、まあいろんななんか批判のなんかよくわかんないんだけど、批判のなんかこう動画なんかも来てるみたいなんだけど、そんなことはね、気にしないでやっていきたいと思います。まあ僕のねコピーね、一応まあそれなりに正確なあれじゃないかなと思うし、まあ僕は別にその完璧を求めるつもりはないからね、完璧にコピーできることがギターのマスターにはつながらないと僕は思ってますから。じゃあ行きたいと思いますけど、早速ね、ちょうど6日前にリクエストいただきました。カメリアさんかな、カメリア14さんっていうんですかね、これはちょっとごめんなさい、わからないんですけど、ちょっと教えていただければお名前。93年のジャパンツアーのマザーね、マーザーの弾き語りということで、イントロエンディング、まあこれね実にシンプルですよ。でね、ただね、まあ右手が今フラットピックなんですけど、フラットピックでちょっとまあスリーフィンガーっぽいことをしなきゃいけないわけですけど、じゃあ一連の流れはこんな感じです。で半音下げなんですよね。で今これちょうどこの今日はこの高めの半音下げてるんですけど、じゃあ行きたいと思います。ボケた母ちゃんが遠くを見てる、病院のベッドで死んだように、俺の少年って続くじゃないですか。まあこういう感じよね。ただこれこれあとね、エンディングもこれと一緒なの、これをずっと続ける。左手はもう実にね、シンプルな。さあ、左手いきましょうか。はい、まずこれから始まるの。これ C のね、派生コードなんだけど、派生コードっていうか、これなんていうコード名だったか忘れちゃったんだけど、ね、5弦3フレット、4弦2フレット、そして、2弦3フレット、1弦3フレットを押さえるこのコードのやり方。まあ、よくね、この G、これは G、今、押さえてるの G なんですけど、その流れでよく使われるみたい。例えばガンジスなんかのこういうのよく出てくるんだけど、こういうね、こういう今半音下げてるからちょっと低い音になってるんだけど、こういう感じ。そしてこうこれとね、この G のこの D 音足しのね、2弦3フレット足しの G と、そしてこの D とこのね、だから3つコード出るんでね、これとこれとこれだけなんだけど、で最初にじゃあ左手だけやるけど、こういう感じ。感じなんだけど、最初はね、さっきも言ったけど、5弦3フレットがまずベースのこのコード、 C の派生コードからなんだけど、こうやってで、この時 G になるんだけど、この時はね6弦3フレットじゃないんです。5弦2フレットをベース音にして弾くんです。こうやってね、こうほらね、そして Dで、この時の G ね、この D の後の G はね、6弦3フレット、これ通常の G がベース音のやつを弾けばいいんですね、こうやって。じゃあもう一回こうね、今度は何も言わないよ。って感じね。わかった?ね、こう、こう、そしてこれ、そしてこの流れだから。OK ね。はい、ね、左手の動き、さっきのやった通りね。はい、じゃあ次に今度は右手の方行くんだけども、
右手はね、スリーフィンガーっていうか、要は指でやった方が簡単なんだろうけど、これピックでやっちゃってるんですよね。で、まあちょっと一連の流れざっと説明するとこういう感じなんですけど、5弦にフレットの G、 D、 ちょっとリスト G、 さあ耳でよく聞いてね、声をっていう感じなんだけど、これってさ、今のこうガンガンってやってんだけど、これってさ、要するにスリーフィンガーで弾くと簡単なの。こういう感じ。って感じなんだね。で、これをね、要するにピックで、この今の指の流れをね、ピックで弾いちゃ、フラットピックで弾いちゃってるわけ。そのライブ93のやつはね、こう。ね、最初のやつなんかは、5弦3フレットだから。C だからね、こういう一弦いってこれね、よく見てね、ちょっとゆっくりわかる3弦5弦っていう感じ。まあストロークに近いような流れなんだけど、ストロークじゃないんだよ。でもストロークにちょっとラフな部分で、ちょっと他の弦がちょっと多少触れてもまあ構わないんだけど、でもいいし、でも本当はこうなんだけど、で触れてもね、こう他の弦にも触れてしまっても仕方がないとかあるんだけど、っていうこの流れを忘れないようにして、今よくちょっとゆっくりでやったから分かったと思うんだけどね。ね、コードの今の流れは、さっき左手で説明した通りだね。 OK ね、スリーフィンガーでやると簡単なんだけどね、こうピックでやるとまたね、あの1音1音ずつ、またこうフラットピックなんだけど、1音1音ずつはっきり出るっていう利点があるんだけども、ちょっと弾きにくいかなっていうね、ちょっと慣れが必要かなって感じですよね。まあ、というわけなのかとさあね、じゃあ最後にもう一度ね、流れをいきましょう、ね、このカメリアさんかな、ちょっとお名前を教えていただきたいんですけど、このカメリアさんね、ぜひちょっと一緒にギターを持ってね、あ、半音下げてなくてもいいよ、別に通常のコードでもいいんだけど、まああのジャパン90さんは半音下げてますからね、たまたまちょっと半音下げのギターがここにあったからねさあ、じゃあ行きましょうかね。感じです。オッケー。これよく出てくるんじゃん。って感じでこう。特にあのガンジスとかさ、よく出てくるじゃん。バイバイガンジス。
そういうことですね。ちょっとね、普段の動画時間にはね、最近ちょっと短いのをずっと撮ってるんですけど、どうでしたでしょうか、カミリアさん。もしお別れいただけましたらご返答の方いただいて、もしよろしかったらですね、生還を見たいね、僕これいろんな人に言ってるんですけど、ぜひね、せっかく YouTube って場所だからね、やっぱ動画投稿をね、やっぱりするっていうのも大事なことじゃないかなと思うし、せっかくだからね、動画投稿してさ、でそういう一部のとこできましたよみたいなことで、ぜひね、動画アップして僕にね、言ってくれたら見ますからね、出してくれた人もいるしね、本当にそれで、まあ、まだ練習してますよっていう人もいます。まあ本当ありがたいよね、こんな生意気な僕に付き合っていただいてありがとうございます。本当にリクエストをね、これもリクエストとかいただいてるおかげだからね、まあ僕やっぱ本当感謝しないといけないね。大変なこともあるよ、そりゃ。やっぱね、時々やっぱめんどくさいと思う時もあるし、ね、質問に答えることも、まあ確かに大変なんだけど、でもまあそれ以上に、ありがとうございましたとか、練習してますとかね、動画アップしましたよとかね、言ってくれるからね、やっぱ嬉しいことですよ。本当にこのカミリアさんもね、本当、質問、まあというか、まあリクエストというか、こんな僕にリクエストいただいてありがとうございました。ということで、ジャパン93ツアーのマザー、本当はもうちょっとあれなんですけど、半を下げた状態で、今日は高めの TDP012 ジャンボタイプ、これは僕が初めて買ったエレアコなんですけど、でちょっと進行してみましたが、どうでしたでしょうか。ということで、また次回ラジオ動画そしてライブでお会いしましょうね。大堀一二三でした。じゃあね、さよなら。